本多忠勝は1548年三河の国現在の愛知県岡崎市で生を受けました。戦国最強の武将として名高い本多忠勝は63年の生涯で57回の戦に参加し、一度も刀傷を負わなかったという話が伝わっています。また徳川四天王の一人であり、織田信長からは家実兼備、豊臣秀吉からは天下無双と称えられました。本多忠勝ゆかりの史跡は福徳神社です。1600年関ヶ原の戦いで功績があった忠勝は、徳川家康から紙入れを与えられました。その紙入れが奉納されたのが福徳神社と伝わっています。一般的に紙入れとは花紙や薬などを入れる小物入れだそうです。ちなみに福徳神社は宝くじやチケットの当選にご利益がある神社として知られています。